音楽プロデューサーのパクジニョンが、ガールズグループワンダーガールズのメンバーたちのドッキリカメラに驚いた。29日に韓国で放送された MBC 恋愛観察バラエティ番組羨ましくなったら負けだでは、パクジニョンがワンダーガールズのメンバーたちが準備したドッキリカメラに驚く姿を見せた。同日ワンダーガールズのメンバーたちはパクジニョンと会った。パクジニョンはメンバーのヘリムを見てヘリムが本当に新妻のようだと述べた。これにパクジニョンはヘリムの招待状を受け取り、これが2回目だと述べた。パクチニョンはソヒを見てソヒが少し痩せたようだと言うとこれにソンミは私たちは来年30歳と述べた。ヘリムはパクジニョンに次に結婚する人は誰だと思う?と尋ねた。これにパクジニョンはそれはわからないが、一番心配な人がいるとソヒを名指しし、周りを爆笑させた。パクジニョンは少しわがままにケチな人のように男性をじっくり観察すればいいが、そんな話を聞くと胸が爆発するようだと述べた。これにユビンは PD 様、もう心配されなくてもいいと述べた。パクジニョンはその間にソヒに何かあったのかと尋ねた。これにソヒは次に結婚する人が誰かと聞いたのではないかと尋ねた。これにソンミはソヒがヘリムが結婚式にブーケを受け取ることになったとソヒの結婚のニュースを予告し、周りを驚かせた。ソヒのサプライズな結婚のニュースに驚いたパクジニョンは誰も知らないのにどうして祝福をするんだ。この子は君たちの中で男性を見る目が最下位だ。必要以上に時を待っていると述べ、笑いを誘った。パクジニョンの反応にワンダーガールズのメンバーたちは口をピクピクさせた。後になってみたら、すべてワンダーガールズのメンバーたちが準備したドッキリカメラだった。パクジニョンは男性を見る目に対してユビンには心配をしていない。ソンミはとてもよく見るので心配だ。でもソヒは見る目がなくて心配だと述べ、周囲を笑わせた。